日常運の時空旅へようこそ。さて本日の時間こちら、ではごゆっくりお楽しみください。こちらケロッグのフルーツグラノーラ朝摘みいちごを食べたいと思います。グラノーラ食べるの久しぶりな気がしますね。どんな感じなんだろう。結構量ありますからね。これどんぐらい食べられるかな。それではチャンネル登録よろしくお願いします。先日食べた藤っ子のかすかいヨーグルトを混ぜてみました。これでまた違った味わいが楽しめそうですね。では改めましていただきます。もっといちご感欲しかったので先日から何度か使っているいちごシロップかけてみました。ではこれもいただきます。サクサクたっぷり味わえるのはいいんだけど、いちごはちょっとかな。もうちょっと欲しい。途中でストロベリーソースを足したことでもお察しかもしれませんが、ザクザクして美味しかったんですが、いちごの味はちょっと物足りなかったですね。果実の部分で確かに甘酸っぱさは感じられたんですが、他が圧倒的に多いのでその中に埋もれてしまっている感がありました。なので浅摘みいちごと名打ってる割にはちょっとかなーっていう部分があったのが残念ですね。まあザクザクして美味しくはありましたので、ではこちらの点数とさせていただきます。ただ一遍にこんなに食べるものではないですね。結構たまる。はい、それでは七福神参り薬になるかなコロハラの、いや今の自分の心境言ってどうするよって感じ。そもそもだったら食うなって引っ込まれそうですけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。